アリアです。レイラです。リナです。エコです。ヒメカです。ピンクなって TP 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はみんなの私服紹介です。イエーイ。みんなで夏のイチオシコーデを考えてきたので紹介していきたいと思います。せーの、どうぞ。ヒメカです。今日のコーデはこんな感じです。じゃあまずブランド紹介していきます。このイヤリングはピティさんにもらって、これは一番お気に入りのイヤリングです。そしてネックレスはお母さんにもらいました。そしてトップスは 17kg です。そしてボトムも 17kg です。そしてこれもお母さんと一緒に使ってます。このトップスはシアー素材、若干シアー素材なので、中にピンクラテ の見せても大丈夫なインナーを着ています。白も可愛いんですけど、白はそういう見せれるインナーを持ってなかったので黒にしました。このコーデには絶対黒い靴は違うなと思って、白だとちょっと普通なので銀で爽やかさとかちょっと他とは違う感を出しました。そして指輪はいつものどこのかわからないやつです今日重視したのは爽やかさと夏っぽさなので、水色と白と銀ということで、みんな真似してみてください。バイバーイ。ひなです。ひなのコーデはこんな感じです。テーマは韓国っぽファッションです。流行りのデニムブラウスは、この前がねジッパーになってるのが可愛くて一目惚れしました。この背中の紐をあえて首に結んで、チョーカー風のアクセサリーにしてみました。で、下のパンツをブラウンにして、ベルトとか靴を黒で締めてまとめました。同系色のデニムとか黒のパンツにして合わせるのも可愛いと思います。で、イヤリングが、これはファンの方にいただいたもので、おしゃれで可愛いなと思ってずっと使ってます。で、この中のレースがアンビーで買って、ブラウスがケッタなんとかっていうちょっとわかんないんですけど買いました。このベルトが2号で、パンツはお母さんの買いました。靴はちょっとわかんないです。こんな感じで撮りました。よいしょーい。はい、エコのコーデはこんな感じです。テーマはカジュアル夏っぽいガーリーです。ポイントはこのドット柄の T シャツで、 V ネックになっているのがコーデがスッキリ見せるポイントで、このクリアサンダル最近流行りで、このヒールの部分もクリアで、この部分もクリアになっているのがすごいポイントになります。私はこのシャツをインしてちょっとダボっとさせるのがコーデで、ウエストをキュッと見せるポイントでもあるのかなって思います。これがグレージュで、中に着ているニットのノースリーブが GU で、このバッグが H&M で、このパンツがグレージュで、クリアサンダルはザラです。皆さんもぜひ参考にしてみてください。アニアです。アニアの夏のコーデはこんな感じです。はい、で、白と黒でシンプルめにまとめてみました。で、上はですね、この肩出しの感じで、このレースもすごく夏っぽいし、ゴムがキュッてなってるのでウエストも細く見えて、で、この下のパンツはここから下までちょっと透けてるので、スタイルアップ効果もあります。そしてアリアは垂れ下がってる系のイヤリングが好きなので、今回はパールの垂れ下がっているイヤリングを合わせて、大人っぽく夏を出してまとめてみました。靴もサンダルにしてみました。上はセシルマクビーの服で、下は GU の服です。靴はピンクラテのサンダルです。そしてこのイヤリングは GU かな、 GU だと思います。以上です。ネイラです。ネイラのコーデはこんな感じです。
ポイントはまずこの帽子は夏なので頭が焼けないようにというか夏っぽい帽子を選んできました。夏は黒より白のイメージがあるので白のトップスでちょっと爽やかな感じにしてみました。で最近レイラは紫の色が好きなのでこの紫のサラペットを着てルンルンみたいな感じにしてます。このクリアバッグもすごい夏っぽくてキラキラしてるのがすごく可愛いです。でアクセはまずこのイヤリングはアイスのイヤリングになっててすごい可愛いです。のブレスレットに指輪、これはピンクゴールドみたいな色の指輪をしててすごく可愛いです。靴下はちょっと透けてる感じで夏といえばサンダルの靴なのでサンダルにしてみました。帽子はジェニーラブさんの帽子 でトップスは GU です。このサロペットはレピピで買いました。でこのバッグは GU で買いました。このブレスレットも GU でこの指輪はちょっとわかんないです。アクセサリー屋さんで買いました。靴下は靴屋さんで靴は向こうで買いました。終わりです。バイバイ。はい、どうでしたか？どうでしたいつもなんか個性が出てるめっちゃみんな可愛いなって思いました。今年の夏のトレンドとかも一人一人入れていいなって思いました、うん、思いましたよ、ね、思いましたね結構パンツ率が、ね、高いかなって思った。結構いいんだけどリストも違うからみんなもお出かけできるようになったら参考にしてこんな風にお出かけしてみてもしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。